どうも、キックです。今回はですね、皆様お待たせいたしました。ホムンクルスの召喚の方やっていきたいと思います。今更押せよっていう声が 聞こえてきそうなんですけども、僕は、ルーンクラフトの方を優先しておりまして、ずっとカイロスこもってたんで、今更ながらホムンクルスの召喚をしていきたいと思います。ですね、ホムンクルス、ツイッターの方で名前募集いたしまして、名前が決定いたしました。名前考えてくださった皆様、ありがとうございます。そして先に謝罪しておきます。ごめんなさい。 とりあえず召喚いたします。はい。おお、こんな感じなんですね。名前、これがですね、皆様のアンケートによって決定いたしました。先にアンケートの様子ご覧ください。こちらがアンケート結果になります。結構いい名前を考えてもらったのにもかかわらず、装束さんの陰謀で天使の羽カッコランドセルが選ばれてしまいました。合計275票の中で50%の方が天使の羽カッコランドセルをに投票したっていうことで、僕はすごくショックを受けています。もうね、僕ロリコンじゃないんですよ、本当は。聖徳さんの陰謀ですからね。もうとても悲しいですよ。はい。考えてくださった皆様、本当に申し訳ございません。聖徳さんの陰謀に負けました。ごめんなさい。 はい。はい、というわけで、まあホムンクルスのスキルでもちょっとだけ見ていきましょうか。ホムンクルス、ホムンクルス3属性いますけども、まずスキル進化させていくのは、自分の得意な属性でいけばいいと思います。個人的には火が一番やりやすいんで、僕は火で進化させていって、全部進化させ終わった後はなんか無料のチケットがもらえるということで、それで好きな属性に変えていけばいいかなと思います。で、スキルを見た感じの僕の感想なんですけども、まず火はですね、アリーナ用に、この全体攻撃はなかなか強いかなと思いましたね。バーニングストーム。僕の場合、ザイロスがいますんで、火にはしないですね。他のスキル3のソウルバーン。単体火力わざわざ今更作る必要ないと思うんですね。エラプション。エクスプロージョン。まあ、アリーナの、火属性の全体火力が欲しい方は、バーニングストームに行くのかなと思います。次に水属性なんですけども、まあ行動阻害系が多いんで、ヒーローダンジョン、タワーハードなどで使う方は、こっちの、フロストウィンドウの方に行けばいいんじゃないかなと。ヒーローダン、これか、こっちか。全体攻撃持ち、絶望で、まあ、タワーハード、ヒーローダンジョン、オートはかどるんではないかなと思います。で、僕は風に行こうと思ってます。ブラストウィンド、こちらの火力が相当出ると、さらに烙印、が入るということで、まあ、レード仕様ですね。レードと巨人高速周回、最速狙うには風かなっていう感じです。連鎖。こちらにして、こっちか。烙印速度減少低下。こっちにして、まあ、スキル1もね、これ回復阻害なのが優秀ですよね、レードで。スキル1回復阻害は今、ディアスとか、その辺の枠なんだと思うんですけど、結構高速周回やってる方、ディアス外していく方が多いんで、最近回復阻害がちょっと足りないかなっていう状況になってきてますんで、スキル1回復阻害、しかも3回攻撃なんでね、
非常に優秀なキャラだと思います。レード巨人ですね。僕は、風にいたします。まあ、風一択っていうわけではないと思うんで、まあ、自分に足りない部分を埋めてくれるホムンクルスを作ればいいと思います。まあ、ただスキル進化させれるレベルの人って全てのコンテンツをクリアできると思うんで、まあ、高速化だったり、目指すのにあたって、まあ、どれがいいかっていうのは自分で考えて選んでほしいなと思います。はい、というわけで今回、遅いですけどもホムンクルスの召喚動画でした。はい、今後、まあのんびりスキル進化させていきたいなと思います。まあ急ぐコンテンツでもないと思うんでね、僕の中で。はい、それよりもなんかルーンクラフトやってたいんですよ僕は。はい、ね、意志のルーン、暴走ルーン、迅速ルーン、僕が狙ってるんですけども、これらのルーンを作ってる方が僕は楽しいんでね。楽しいですし、僕は基本的に対人に重きを置いてるんで、アリーナ、ゲルバト、これを強くするのはホムンクルスじゃないんで、正直。っていうところで、まあ、ルーン掘るのに、カイロス回ってます。ね、ちょっとレードがね、新ルーンのレンマ、ジェムで、迅速とかも出ない出ない。ほんとびっくりするくらい出なくなっちゃってるんで、ほんと困ってますね。正直これから迅速の速度レンマ集めていく人とか相当辛いと思います。じゃあなんでね、レードもう一種類ぐらい作って新ルーンはそっちに回してほしいっていう気がしてますね。はい。まあ最近の感想はそんなとこですかね。今回は、ホムンクルス作りましたというご報告動画なんで、これで終わりたいと思います。これから天使の羽をめでていきたいなと思います。こちら天使の羽ちゃん、もう最後に言っときますけど、僕ロリコンじゃないですかね。はい、これ聖徳さんの陰謀なんでね。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。